1980年に公開された戦争映画、グレゴリー・ペック、ロジャー・ムーア、デビット・ニーブンらが主演した、ジェームズ・リーザーが発表した事実をもとにした小説、ボーディング・パーティーを原作としている。1943年3月9日、英陸軍の予備部隊であるカルカッタ・系ー兵連隊が中立国ポルトガル領の ゴア州、モルムガを港に停泊していたドイツ商船を襲撃した。このドイツ商船はユーボートに対して何らかの情報を送信していたとされる。第二次世界大戦中、通称破壊作戦に従事するドイツ海軍のユーボートは数千トンものイギリス商船を撃沈していた。英国特殊作戦執行部のインド拠点ではポルトガル領ゴアにて停泊している三隻の ドイツ商船のうち一隻に隠された無線機が U ボートへの指示を行っているのではないかと推測していた。しかしポルトガルは中立国であるため、それらの商船を通常の戦力をもって攻撃することは不可能である。そのため、ソエはインドに駐留する国防義勇軍部隊の一つ、カルカッタ景機兵にドイツ商船攻撃に関する特殊作戦を提案する。 カルカッタケーキ兵の隊員はすっかり恒例の退役軍人ばかり。それでも18人の老人は士気高くこの特殊作戦への参加を志願し、ポルトガル領への潜入を試みるのであった。カルカッタケーキ兵によるゴア州のドイツ商船襲撃は史実である。エンドクレジットによれば、1943年3月には最初の11日間だけで、 インド洋を航行する12隻の連合軍商船が U ボートに撃沈されていた。しかし、カルカッタ景気兵による襲撃が行われた後は U ボートの活動が激減し、同月にはわずか1隻が撃沈されたのみであったという。本作では1978年の映画、ワイルド・ギースのスタッフやキャストが再集結した。ロジャー・ムーアやケネス・グリフィス、プロデューサーのイ・アンロイド、 監督のアンドリュー・ V ・マクラグレンなどである。ドキュメンタリー映画、ザラスト・オブ・ザ・ジェントルマン・プロデューサーズによれば、イアンロイドは、当初ロジャー・ムーアだけではなく、ワイルド・ギースに出演したリチャード・バートンや、リチャード・ハリスを、ピューやクライスとして呼び戻すつもりだったという。アンドリュー・ V ・マクラグレンとロジャー・ムーアのコンビは、ワイルド、ギースと、北海ハイジャックに次いで3度目となった。ありがとうございます。